はい、皆さんこんにちは、和田龍一です。では今回は対抗力士伝5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。まあお金が全くないのでちょっと仕事をこなしておきたいなというのもあって借金取りの仕事を受け負いましたので、まずこの借金取りを行って金を100貫でもいいのでもらっていきましょう。で体力が少し減ってるのでまずは木村文乃ちゃんの膝枕でちょっと体力を回復しましょう。そしたら借金取りに向かいます。今野党に襲われても失うものは何もないですからね。金がないから表情まで18日、間に合うのか、こんな遠出しちゃってっていう不安はあるけど、まずは さあ金を返せと。お、ちゃんと金をあっさり返してくれた。戦闘になるかなと思ったんですけどね、金は返さんみたいな形で。では一旦本拠に帰りましょう。稲葉山に戻って表情に出ないといけないからな。この685巻をねちょっと持ち逃げするというのも非常に魅力的なんですけど、今茶器を買う余裕はない。今は急いで表情に出席しないといけないからね。では一旦685巻を返さなきゃいけないので休養したら表情に出て金を返しに行きましょうか。ちょっとまず武器をね、鉄砲だと野党との戦闘に手こずるので槍か刀にちょっと変えたいんですよね。では表情です。ちょっとどっかで一回裏で金を交易品の売りさばきで貯めておく作業をしなきゃいけないかな。方針内政なので軍備に変えておきます。まあダメと言われればそれでよしと。では内政であれば交易金だな。軍資金調達、これで金をたんまり着服しないとな。では仕事の報酬をもらいに行きましょう。よし、100貫だ。まあ、100貫とはいえ重要だからね。ではこの後どうしようかな。できれば槍を買っておきたい。素槍、いや素槍でもいい、素槍を買おう。いやこれ別に安くしてもらう必要なかった。5巻程度どうでもいい。ではこれでちょっと装備を変えておきます。武力プラス5、郷義弘。素槍は大したことないよな。じゃあやっぱり郷義弘にしよう。でこれで野党が出てきてもある程度対応できるでしょう。では京都大湊を往復して金を貯めに行きましょう。4000貫にしなきゃいけないんだよね。まあじゃあセオリー通り座に行って交易金購入。2割をさ手数料で持ってくって結構暴利だよな。ちょっとでも安くしてもらう。ほい。ほい。どうだ。
さて、じゃあこれで大港に移動しよう。鉄砲を極めたいんですけどね、やっぱり。キリンが来るの、光秀に習って。ただ出たよ。ここでね、野党と戦うのは、かなり危険なんですよね。その鉄砲で戦うというのは。一対多数で鉄砲はきついよな。一対一だとね、鉄砲結構強いんですけどね。ただこの、光秀。剣も使えるぞ。成敗。さあ、かかってこい。一対一の時の戦いに備えて、鉄砲もちょっと鍛えておきたいんですけどね。成敗。いやー、安定だわ。安定すぎる。撃ち殺す。郷義弘。素槍を手に入れた。買う必要なかったの、さっき。で、大港の町に入ったら、座で、茶を売りさばこう。ちょっとこれの繰り返しで金をね、ざっとかき集めましょう。よっしゃ、5000貫。ありがたい。ちょっとこれはもう一往復に往復できるな。ちょっとお金集めしてきます。ではね、お金が8000貫集まって、道さんに4000貫返す、まあ、返すというかね、仕事の成果として渡すので、4000貫手元に残るという状態になりました。まあ、一旦それなりにお金があるので、ちょっと修行とかをしていきましょうか。マナセ、道さん。今ね、キリンが来るでは、東安先生が京都にいますけど、ここは、マナセ道さんがいますね。では、医術の修行に励みましょう。傷薬。うん。まあ、これをね、ちょっと極めていって、しばらくの間、ある程度、一人で戦える力が欲しいよな。止血が来たー。これ結構でかいからね。これで戦闘中、体力の回復が可能だ。では、一旦、稲葉山に戻りましょう。この後何、レベル上げるかだな。できればね、戦闘向きのものも手に入れておきたいし、まずはただ表情で、金を返しましょう。いや、4000巻だよ。4000、5000巻にしよう。よし。で、あとは、自宅で、表情まで、寝ましょう。ちょっと体力マックスには回復しないかな。そうだね。マックスには回復しないものの、途上して、次の表情ですね。
菊丸。菊丸がいる。菊丸がいるな。よし、財宝。35巻の価値。大真珠。大した金じゃないな。内政だというのなら、軍備だ。まあ、内政なのであれば、軍資金調達していきましょう。3000巻くれるので、4000巻にしてこいっていうね。ちょっとじゃあまた同じことをしていきます。やられた。ここで金を全部持ってかれてしまった。マジか、やられたな。ちょっとタイムリープしてお金をかき集めて、もう一回戻ってきます。というわけでね、ちょっと今回不甲斐なくも殺されてしまったので、ちょっとタイムリープして戻ってきたところからね、次回続きをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。